ビ中の動画とか。せーの。終わりました。はい、全部終わりました。今回のムーブではステージが動いたりとか、あと私たち自身もこうね、いつもと違ったさ振り付けだったりとか、うん、皆さんも一緒にね、地蔵の違った振り付けを一緒に踊ったりだとかね、いろんなムーブをしましたよ ね、 ね、でもやっぱりなんといってももういいもんね、ジャンプのあのクラップがもうたまらなかったです。来るのよ、もうなんか久々に来るのよ。でも最初は正直あのクラップみんなしてくれるかなって、いつもやっぱみんな踊ってくれてるからしてくれてるかな、してくれる、そういうのになるのかなと思ったら、打ち合わせの時ね、もう1公演目の時からもうびっくりするぐらいの大きい音で、うん、みんながクラップしてくださって、もうその瞬間がもう最高で、それがなんかファミリーと積み重ねてきたものがブワって出た感じ。なんかさ、アイドルやっててあの光景見れると思わなかったよね。嬉しかったです。ありがとうございます。響きはずるいよ、ね、ずるいね、だって6人でさ初めての、ね、スタートの曲だったからね。そうよ、エビチュープライドのあの曲よ。うん、そう思い出した。そうね、本当に噛み締めた、もうみんなの顔噛み締めた。でさ、みんなの顔が表情噛んでる、みんなの雰囲気を噛んでないですよ。あ、なんか腹立ちって、あ、なんか腹立ちネフさん腹立ちお前のせいだよ、お前のせいだよ。噛んでませんね、本当にね。でもこの公演はね、もうあのゆうき先生がプロデュースしてくださって、だからいつもと本当に違う発想だったり角度からエビ中のね公演プロデュースしてくださって、最後の響きのあの9色のメンバーカラーの演出とかもすごく、もうなんか一つ一つを大事に考えてくださって、本当に感謝でいっぱいでございます。ありがとうございます。めっちゃ DVD 化したいよね。あ、めっちゃ DVD 化したい。 DVD 化しDVD 化したらませんね、残念。でもまたね、9人でもこういう光景、光景が見たいし、こういう公演ができるように、ね、頑張りましょう。頑張らなきゃということで、もう本当に私たちの思いと、ね、先生の思いがたくさんたくさん詰まったムーブとなりましてですね、こういう公演がまたできるようにエビ中も成長してまいりたいと思います。これからもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。今日はムーブラスト、ナムラジョス。ありがとうございます。ムーブムーブ最終日、なんかチャラい、ムーブムーブ最終日、わかんない、頑張ります。緊張してる。嬉しいです。嬉しいですね。なんか。
ジャングルか。安全第一、健康第一で。俺ら頑張ってきたね。俺ら名古屋。出てきたよ。今日のリフ一番最高のライブもなのよ。最近出てる。なんか泣いちゃいそう。最後までずっと。ここはどこ？なんだ！みんな、エリチュー！桜崎高校ミュージカル部というミュージカルに、はい、出演させていただくんですけど、私自身としては初めてのミュージカルになります。イエーイ。このミュージカルでは、私はまいちゃんという女の子、高校1年生の女の子を演じさせていただくんですけど、生徒の中の中心的な役割でミュージカル部を作るために必死に、奮闘して、周りといろんなものと戦いながらも必死にミュージカル部を立ち上げるという、そういう役割の女の子なんですけど、今回そのまいちゃんをやるにあたって、すごくキャラクター的にはすごく私とリンクするところがたくさんあって、思い立ったらすぐ行動とか、すごい共感できるところもあって、だからすごい私的にはすごい舞ちゃんの気持ちもわかるし、すごくやりやすいし、プラスすごくやりがいのある役だなと思って、で本当にこう生徒の中心的な役割なので、たくさんシーンにも登場して、今回本当に初めから舞ちゃんにかかってるからねって言われて、あのすごいそれが自分的にやっぱりこう、この中心として引っ張っていく役割として、なんか何が必要なのかなとかいろいろ考えたんですけど、でも本当にこの一回一回に全ての自分が今持っている前として出せるような、そういうパワーを体当たりでぶつけていくことが一番大事だなと思って、でそれが多分一番こうみんなの気持ちも動かせるし、周りにもパワーをこうどんどん自分が出すことで周りからもパワーがどんどん集まってくるのかなと思って、日々もうパワーを出し続けて頑張ってます。なんかすごいこうやっぱり学ぶこともたくさん、もう日々学びって感じで、であの元宝塚の小月さんがすごく熱心に、私がこう歌とお芝居のバランスとかのこのやっぱその切り替えとか、今まで歌は歌としかこうやってなかったし、そのお芝居の中での歌っていうのが自分的には一番の課題だなっていうふうに思ってて、そういうところで私が悩んでたりしたらすごく優しく、自分のパートじゃないにもかかわらず私のパートを一緒にこう練習してくださったりとか、本当に。そしてあの主演の横山大輔さんはこのシーンのここが良かったよとか、今日の舞ちゃんめちゃくちゃいいねとか、すごく褒めながら伸ばしてくださったりとか、もう本当に周りの先生方の
優しさにすごく助けられながらすごい作品を作り上げられているなと思って本当に感謝でいっぱいです。本番もね近づいてきてるので、もうやっぱこう今回はチームブルーとチームレッドで同じ内容なんですけどキャストが変わっていて、やっぱそこがまずは同じ作品で違うキャストでがっつりこう届けるっていう舞台でなかなかないかなと思うので、そこがまずは見どころかなって思うし、それぞれのやっぱり良さもあると思うので、私的にはやっぱりこうレッドでしか出せないこの女の子ならではのキラキラ感とか、そういうなんかちょっとした皆さんの心にわかわいいキュンってするような瞬間とかをいっぱい詰められたらいいなっていうふうに思って、でこういうご時世でやっぱりなかなか会場に足を運ぶか迷った中でこう決めて足を運んでくださる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、だからそういう方に本当に見てよかったっていうか、やっぱこうずっと暗いこうドヨーンとした世の中でこうそれがまあ1年2年続いてて、その中にこう自分のやりたいこととか目標とか夢とかそういうキラキラしたものが本当にいっぱい詰まってるミュージカルだと思うので、そういうドヨンとした世の中にこう光をさせるような、なんかこの舞台を見て自分の気持ちもすごく晴れやかになるような、そういう風なミュージカルにできたらなと思うので、たくさんの方に笑っていただいて、あとはちょっといろいろとそのみんなの動く熱量とかで感動していただけたらなと思います。頑張ります。もう本当に絶対緊張するけど、私もう投資稽古とかもすごいドキドキしながらやってますけど、でもこうやっぱ制服着てるんで、久しぶりの制服で JK なんでそんな星野はなかなか見られないと思いますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。待ってます。